京口駅は兵庫県姫路市上東町麻北神谷にある西日本旅客鉄道万丹線の駅。万丹線の起点駅である姫路駅が近畿東葛本部の管轄であるため、当駅が福知山市社管内では最も南にある駅である。山陽道が姫路の町を出て京に向かうことから京口と名付けられた。ホーム島式ホーム一面二線を持つ行き違い設備を備えた。 高架駅。配線上は一線スルー化されておらず Y 字分岐となっており、上下線別で発着ホームが異なっている。元は地上駅であったが、万端線の高架化に伴い、現在の駅となった。福崎駅管理の無人駅となっており、改札口などは残っているが、窓口はシャッターで閉鎖されている。簡易型の自動券売機が、改札前に設置されている。 自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。なお万単線が電化された1998年から、一時期だけ駅員が配属された時期があったが、再び無人化された。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は1034人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 駅の東側にある空爆の石踏み、太平洋戦時中に周辺が空襲された。城下町時代の市街地からは東の外れにあたる。現在でも万端線の西側あたりがビル街と住宅地との境界である。戦前は大日本帝国陸軍の大1士師団や川西航空機姫路製作所が近くにあり、兵士等で賑わった。ありがとうございます。